よ。さあそれでは、はい、まずはジェジュンさんのこれまでの活動を振り返ってみたいと思います、はい、2004年韓国出身のアーティストとして日本デビューいたしました、うん、東方神起は何人やったっけ。5人でやってて、うん、3人抜けた。そうです。もう本当に嫌いになっちゃって。あ、そういうことはないですけど。いや、じゃあやっぱね、韓国のあのグループの人たちで入れ替わりが激しくて、もう我々もついていけないのよ。でも新人と決して世界デビューです。はいはい、ただこれね、この間